よろしくお願いします。お願いします。早速ですが、先生の研究室の研究内容を教えてください。はい、うちでは環境やイオンに役立つバイオセンサーの開発を行っています。バイオセンサーというのは微生物や DNA やタンパク質など、まあ、生き物に関わる物質を使って様々な物質を測る新しい技術です。うちの研究室では遺伝子組み換え微生物を使って環境汚染物質を測定したり、新種の微生物を見つけて環境汚染を測定したり、あるいはそのまあ環境とは別に、医療に役立つタンパク質や DNA を検出するバイオセンサーの開発を行っています。先生は研究室で学生にどのような指導をされているんでしょうか。うちの研究室では、まあ、1人に対して1つのテーマを与えて研究をさせています。およそ月に1遍ぐらい研究の進捗を私に報告するという、まあ、研究の報告会というのを作っています。まあ、それ以外にもできる限り私は学生と、まあ、学生が実験をしている姿を見て、細かい、手さばきを見て、まあ、指導をしています。また研究室の一員であるという、まあ、自覚を持ってもらおうかなという指導をしています。ありがとうございました。ありがとうございました。では秋元研究室の山口さんに話を聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。研究内容について教えてください。はい、私は DNA にダメージを与える環境汚染物質の検出方法の開発について行っています。これは大腸菌内の電子修復プロセスを試験管内で再現する方法です。この方法が成功しますと環境汚染物質以外にも放射能などによる、ダメージを簡単に測定することが可能です。ありがとうございました。続いて秋元研究室の五十嵐さんに話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの研究室を選んだ理由を教えてください。はい、秋元先生の授業が面白く分かりやすかったから選びました。ありがとうございました。ありがとうございます。バイオセンサー研究室はいかがだったでしょうか。興味を持った方は東京工科大学のホームページに詳しい情報が掲載されていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。